皆さん、こんばんは。クライン高子の言いたい放談の時間です。クライン先生こんにちは。こんばんはって言ってこっちはね、おはようございます。あ、そうだ、そういう時間なんだね。約7時間、7時間前後ね、6時ちょっとになりかけてるけどね。そうですね、今こちらの時間がね、今収録の時間だいたい13時ぐらい、1時頃ですからね、だいたいもうそれだけ差が随分ね、7時間ぐらいだいたいね、遅れるって感じになるわけですね、ドイツがね。はい、今日早朝になってる。珍しいことにね、台風みたいなのが来るって、ドイツにも襲ってくるってね、昨日から天気予報でわーわー言ってるのよね。そうするとね、今見るとね、ゴーっていう音がしてる。おお、ヨーロッパで台風に近いものっていう、なんか名前があるんですか。よくアメリカの場合はハリケーンとかね、日本の場合は台風とか。オカーンって言うから、大風っていうんでしょ、強風っていうんでしょ。ああ、なるほどね。まあそういう、なんかね、ちょっと私もあんまりドイツの小説でも台風めいたものは嵐というのはね、もう絶対にないもの。今回だってそうですよね。シーンとするかもと、ゴーっていう音がするんだけどね。どこへね、向かっていくか。ああ、なるほど。ただシューベルトのね、魔王っていうのあるじゃないですか。あれは嵐の中を馬を走らせて子供とね、あれで、まあいうような話ですけど、まあね、なかなかそういうところもあるんですね、ドイツもね。そうそう、特にミュンヘンでそういうイメージないですもんね。ミュンヘンとか今ね、フランクフルトとか。あんまりないんだけどね。でも去年はね、あれ、大水ありましたね。大洪水になったからね。そうですね。あれもちょっとやっぱり異常気象の一つの笑われみたいなね。そういうの、うん、そうだと思うよ。そうですね。うん、まあまあそうは言っても、ドイツはもっと大きな問題で大変だったんだけど、はい、少しの収まった感じね。例のプーチンの問題。うん、そうですね。ウクライナ問題はただ。どうですかこれ、まあ、先週もいろいろ話してますけど、やっぱりね、仕掛けたバイデンのあれじゃないですか、振り上げて格好つけようとしたけど、なかなかうまくいかなかったっていう感じじゃないですかね、これ。そういうこともあるよね、結局だから、ドイツもフランスもね、もうどうしようかと思って、とにかく、ね、最後の方でね、最初はマクロン、締めはね、はい、ショルツね、結局プーチンをね、まあ、いろいろなだめたのかを、ね、どうしたら、まあ、なだめたんでしょう。怒ったってね、怒れば向こう余計疑惑しようするから、収まるような感じがするね。いや、それとね、やっぱりドイツもフランスも、そのバイデンのああいうね、稚拙な外交のやり方、もともとだってロシアだってドイツだってフランスだって戦争なんかやるつもり全くないでしょ、これ。見透かしてたのよ。そうなんですよ。だから協力したのはイギリスとアメリカだけなんですよね。そう、騒いだのはね、イギリスは島国だからね、ヨーロッパ大陸でね、戦争してくれたってケロッとできるもんね。まあそういうことですよね。戦機だけ送って大儲けするから、対勝するよね。いや、だからそれはね、本当に、まあ、下手をしたらロシアが追い詰められてね、真珠湾みたいな形でウクライナに侵攻して、で、まあ、第三次世界大戦にはならないけれども、やっぱりそういう意味で言うとね、今ロシアがやってること、先生もご存じかもわからないですけど、オホーツク海で120隻のロシア艦隊の演習、それから北方領土の周辺で海域でミサイル演習、つまりロシアは東でも西でも両面作戦ができるということを証明してるんですよ。陸でも海でもやれるっていうこともあるし、そういうことなんですね。ただね、私なんか地図見てたら、モスクワとね、やっぱりね、ヨーロッパのね、とことはものすごい距離が近いからね、もし戦争になったらもう
モスクワごちゃごちゃにやられると思ったよ、うん、いやだからそれもよく分かってるから、だからウクライナはね緩衝地帯としてロシアは渡せないっていうね、これもう地政学的に言ってもそれそうなんですよね。ポーランドがその NATO 入っちゃってるわけですからね、うん、ハンガリーがみんな入っちゃったからね。そうなんですよ、ね、だからロシアにとってはね当然自分の周辺のね緩衝地帯がないっていう、それ奪われたって思いあるから、それはその国々がの自由だという言い方あるけども、その国にとってはね敵対的な仮想的にしたロシアをね仮想的にしたNATO がそういう拡大をしてるってことは本当に脅威だと思いますよこれ、うん、いやそれにね石油のガスね、うんうん、あれまあ欧州にとっては命のようなところがあるじゃない、はい、それをねロシアが握ってるわけでしょある意味じゃ。そうです、ねね、その辺のところをね手綱をね引いたりね締めの緩めたりしてね、どういうふうにねヨーロッパがね動くかっていうことを見てたっていうことも観察してたっていうこともあるよね。いや全くおっしゃる通りでね、アメリカはつまり石油メジャーのね、まあダッジというのとかいろいろありますけどもオランダ系のね、でも基本的には石油メジャーエネルギーメジャーっていうのはアメリカが主導になってるんで、ヨーロッパのロシアに頼っている天然ガスですよね主にね、こういうものを自分の手の影響下に置きたい、だからウクライナ取るっていうね、こういうような形があるんで絶対にロシアとしては譲れないような状態だったわけですよね。いや そういうふうに、はいね、ロシアの、ね、ガス止めたらね結局有利になるのはアメリカだもんね、うん、そうなんですよ。他の ね石油国ってほとんどサウジにしとる何にしろね、はい、自分はアメリカって抵抗してるけど、うん、結局はアメリカのね、うん、手の下にあるもんね。そうなんですよ。だから唯一言うことを聞いてないのが石油メジャーの世界シェアにとって、ネックになっているのがロシアの天然ガス石油なんですよ。だからそれをオバマ政権時代から取ろうとしたっていうね。逆に言えば唯一の、ね、石油路線としてか割と簡単なのはドイツや、ね、欧州でもあるわけよね、ロシアと関係すれば、うん、だからだったらねちゃんとね値段のとこにちょっともう一つねつばつけてね高い値段で売れるのもね結局ロシアとやることでねその価格競争に置いてたってあんまり好きなことできないもん。そうなんですよ。だから結局ね今言って日本の場合は世界で一番高く買ってるんですよ石油とか天然ガス。天然ガスってのはガスだからこれを液化しなきゃいけないんですよね、うん、液化天然ガスに変えてその液化する費用もかかるし、それを液化したものをタンカーで日本に運ぶところが、ドイツの場合はいわゆるポーランドを通ってますけどもパイプラインですよね。だって第二のパイプラインはもう直々ね海を通ってなるでしょ。ということはね彼らにとって今クライン先生おっしゃったようにあれですよ、値段を他の中東とかいろんなところで調達するとしてもロシアがちゃんとあるぞってなってると買い叩くこともできるし、その武器にもなるんですよね。ドイツにとっては安くていい天然ガスを安全に安定的に供給してくれるところが一番いいわけですからね。ただねロシアだって戦争なんかやったらね自分たちでめちゃくちゃになるってちゃんと知ってるよね、うん、でね一番彼らが思ってるのはさっきクライン先生が言ったねアメリカと、ね、イギリスはヨーロッパが戦場になっても自分たちじゃないんですよこれ。そうよ。イギリスなんてね島国だからそこまで飛んでくると思わないしね、うんうん、イギリス自身が原爆じゃないわ、そっちの方でねちゃんとね守ってるからね、うん、そう簡単に来ると思わないからね、うん、一番ね戦争して儲かるのはまあねヨーロッパじゃイギリスだと思ってね。そうですよ。アメリカ英米の石油メジャーですよ。そうだよ。そうよ。それと武器とかああいうのもどんどん売れるしね。
だから、あの、で、被害に遭うのはヨーロッパなんですよ、まあ、人も土地もね、建物も。ロシアだってやられるよ。そういうことなんです。だから、これをね、倉井先生、日本と考えると同じですから、日本がウクライナに近い、うん、で、もう一つこれ、ね、ちょっと指摘しておきたいのは、せっかくこういう結構深い話できてるんで言いたいのは、中国の非難が全くなくなってるんですよ、アメリカの。もう知って、あの辺で狙うから、ね、面白いでしょ。ロシアを敵にしてオリンピックの間の中国との関係を今いろいろ交渉してるわけですよ、彼らは。だから、うん、美中親中派のバイデン政権の面目躍如っていうかね、そっちに目が行くようになってるんです今ね。あ、これから大変ですよ。中米の、中東、アメリカと中国の対立もね、これでどんどん明らかになってる。で、中国は今どんどん平気で太平洋で軍事訓練とか行ってますからね、これ、はい、でもそれだと面白いなと思うのは、あのブラジルのトップがね、プーチンに会いに行ってるじゃない。だからそういう意味ではね、はい、あの、まあ、今おっしゃったようにブラジルでしょ、でキューバの首脳もリモートで会談やってるんですよ、ロシアと。だから下手したら、あのプーチンは脅かしたんですよ、キューバにまた核ミサイル置くぞと。プルチショールじゃないけどね、ケネリーがもう慌てて、あの再現をね、お前らがそういうウクライナでひどいことやるんだったら我々そこまでやるぞと、自分の喉首にね、あの、うん、NATO が来たらどうなるか、あのロシアのミサイル基地がキューバに来たらどうなるか分かるだろうって脅しの材料ですね。それから北朝鮮のミサイルもあれ全部ロシア製だっていうね。私言いたかった。そうなんです、あれバンバンやらせたのも、あのデモンストレーションですよね。届くんだもん、アメリカのキューバあたりにね、みたいな。それもそうです、それを運ぶことはできるから、キューバからね、はい、アメリカに落とすことなんか簡単だもんね。それとね、北方領土で我々の国後レートルフでね、今軍事基地、ミサイル基地作ってるんですよ。ということはアメリカにとっては、北の方からも、ロシアの広いね、アジアからヨーロッパから打ち込むんじゃなくて、そこら辺からね、あのやる可能性もあるんですね。で、大津海で艦隊訓練やったのも潜水艦隊もあるし、だから今ね、そんな大規模なことできないんで、アメリカ、まあ、私から言うとバイデン政権のね、これはあの失敗だと思いますよ、外交の、うん、まあ、なんかの弱いバイデンっていう印象は世界にね、もう広がってるもんね。さらにあれですね、だって少なくとも何か構えるんだったら、ドイツとね、フランス、ポーランドにはね、当事者だから前もって打ち合わせをして了解を得た上でやっぱりやらなきゃダメですよ、これ。反対することも分かってたから。そうなんですよ。だからそういう根回しも外交になったら、この間と同じでね、やっぱりそっちの方がしたたかですから、ドイツやフランスの方がまだね。そう、バイデン政権の単純なのはアフガンの撤退でももうバレちゃってるんです ね、 ね、外交的な素人だって。EU に入ってて出てね、うん、だから EU の裏側全部知って、その、ね、書類やなんか持って出たという ね、うん、ね、イギリスらしい、ね、あの政策を打ち出したんだけど、そうは、あの EU 関係は何はっていうことを今回見せたということがあるよ、ね、いや、だからね、そういう意味ではバイデン政権は極めてアジアの平和、ヨーロッパの平和にとってもね、危険な政権でね、本気でやる気もない、根性もないのに、いろんなことをちょっかい出すだけはやるという、まあ、アフガンから始まって、バイデン政権の危険性っていうのがね、あのなってきましたね。まあね、バイデン自身が大統領になったこと自体の間違いよ。はい、という今日の結論は、私もそれ 大賛成ですけどね、はい、というようなことで、バイデンが大統領になったこと自体がやっぱり世界の平和とか安定に、まあ、ちょっと非常にこれマイナスになってるということだと思います。でも逆に言えばね、そういう、ね、裏が出るもんだから、今回の問題だってある程度、うん、バイデンの作戦失敗したことになる、うん、そうですね、はい、ありがとうございました。また、こちらこそ情勢変わってくるかも分かりませんけど、また来週もまたよろしくお願いします。はい、またね、はい、
私の方も皆さんによろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、チャンネルスタッフ、はい、どうも応援してます。バイバイ。はい、失礼します。